高木隆です。高校球児です。お願いします。お願いします。はい、今回はですね、はい、日本代表、アンダー18。アンダー18、はい、はい。もう終わりましたけども、そのことについてちょっと豊さんにいろいろと。まあ、優勝できなかったな。そうですね、まあ、見ましたその試合は。ちょこっと。で、なんかその、まあ、河野さんがいろいろ聞きたいことがあるみたいな。まあ、ピッチャーは今回ちょっと置いといて、まあ、バッターに関して、まあ、その今の高校生とかって金属じゃないですか。で、国際大会になってから木製のバットに変わってきてるじゃないですか。で、例えば大学に上がった時も木製になってきてるんですか。この金属から木製になった時のこのバッティングの違いみたいな、結構打てるバッターがプロに行って伸び悩んでるとか、まあ、ピッチャーのレベルとかもあると思うんですけど、バットでだいぶ変わったりするんですか。ポイントであったりとか。ポイント自体はそんな変わらないよね。ただスイートスポットって聞いたことあるでしょ。まあその芯で金属バットって極端に言えばこのぐらいあるよね、スイートスポットが、うん、でも木ってこのぐらいしかない。ミート力だよね。だから詰まってもヒットになるのが、詰まったらヒットにならなくなったとかさ。先っぽだったら金属バットはなんか内野の頭を超えるけど、木のバットだったら必ず折れると思う。だから結局芯に捉える率が低くなるんじゃない、うん、だから打てなくなったんだと。だからそれは技術的に言えば、こうやっぱこう無知でこうしなるように内から内から出していって、最後にポイントのところでバーンと弾く。そうだったら飛ぶけど、金属バットなんかバチンと当てれば飛んでいくじゃん。だからやっぱ打ち方、技術的な問題もあるけども、俺はやっぱ芯で捉えるかどうかっていうことだと思う。芯で捉えたら金属バットの木もそんなに飛距離っていうのは変わらないんだよね、はい、むしろ本当に芯で捉えたら金属バットよりも木の方が飛ぶ可能性がある、はい、それは何でかっていうとしなりが入るから、はい、そのしなりに対してはその握力っていうのも強くないとしならないけど、なんでか分かる。はい、分かります分かります。何も言ってみ。何ですか。ボール刺されるな。いやいやいや、お前もう適当に。適当じゃないですよ。適当じゃないこのしなる分、やっぱこのしっかりこの何ですか、視点がちゃんとしてないと、その分しならないからっていうことじゃん。正解。おー、叩かれるのか。とにかく握力が強くないと、ある程度木のバットには対応ができなくなる。金属バットっていうのはもう本当にこうバーンと弾いてくれるから、握力関係ないし、しならないし、だからそういう面では木の方は技術的にはいるよね。まあ、じゃあ今回のその甲子園終わった後にこの国際大会入っていくじゃないですか、うん、だからこの準備期間、短期間で木製バットで仕上げるっていうのはやっぱなかなか難しいと思います。いや難しいよね。それはもうバランスも全然違うもん。で、同じ 900g、ね、金属バットの 900g と木のバットの 900g、 それはグリップが細くてさ、ヘッドが太ければさ、ヘッドはものすごく重く感じて、金属の900よりも全然重く感じるしさ、逆に手元重心に持ってくれば、なんかヘッドを軽くすればものすごく軽く感じるしさ、うん、いろんな細工ができるのが木のバットじゃん。で、金属バットってもうボーンと一本に形が決まってて、握りがちょっとずつ違うだけでさ、なら変わらない。だから900は900って思うんだろうけど、だからまあそこら辺の違いっていうのは絶対あるよね。でも普段から振ってないと、そんなやっぱ短期間ではやっぱり、そんな甘いもんじゃないよ。ですよね。ただ今年のを見て、やっぱ野球ってピッチャーだなと思うのはさ、やっぱピッチャーがいいと打てないもんな。だから全体的にはその日本の方が強い、いい選手がたくさんいる。その中でもやっぱ突出していいピッチャーがいるとさ、抑えれば勝てちゃうもんね。でも他の国もやっぱ伸びてるよ。レベル上がってるし、レベル上がってるよ。だから日本だけが上がってるんじゃなくて、他の国も上がってるし、また突出してポーンと出てくるとその子にやられるというね。まあ、じゃあ今後なんかこの上でまで野球やる子とか、こう意識高い子はこの高校のうちから木製で甲子園出てくる可能性もあるんですよね、そのうち。まあもしかしたら、まあそれが使いこなせるといいよね。でもね、今の練習の中でね、ペッパっていう練習があるんだけど、向こうから投げて軽くポーンポーンと返すみたいな、はい、そういうことやらないね、あんまり練習を、うん、そういうこうポーンポーンと返すような練習をすると、もう手首の使い方とかさ、ハンドリングがすごく良くなるんだけど、ね、まあそういうことをたくさんやっとかないと木のバットに対しての対処が遅れる。だからそのフリーバッティングで打てとかは言わないけど、木のバットで芯で捉えながらバーンバーン。だから俺らなんかさ、遊んでてこうやってプロに入ってライナーで全部返すんだよ。だからライナーで返すときにどうやったらライナーで返せるかっていうのも、それも覚えるわけだよ。あー、なるほど。その延長がフリーバッティング、その延長が試合じゃん、はい、だからそういうことで覚えていく。
だから急に木をもたらしてもやっぱりそれまで木に馴染んでなかったらちょっと無理だな。なるほどね。その中で勝つというのが難しいところですね、国際大会の短期間で。相手はどういう状況なのかね。でも結構韓国代表とかってもう木製をずっと使ってるというか、高校生の間だから取り入れたりとかってしてますよ、絶対。でなんかそういうコメントをなんか聞いた、韓国代表の、木のバットは高いからな、折れちゃうんだよ。そうですね。で材がないんだよ木が。だからなかなかやっぱりそれで数多く打ててっていうのはもう今の子だったらおそらくバットをたくさん折ると思う、うん、そしたら1本何万円って数万円するわけだからさ通れちゃったじゃ済まないよ。ということで、はい、アンダー18の、ね、考察というか、はい、これでまあ見て楽しいかな。まあでもやっぱ来てんじゃないですか、金属大会の姿勢は。ぜひ、はい、国際大会では、はい、豊コーチがね、指導に行ける日が来るといいと思う。でもう本当ね、すぐこう教えてあげるけどね、基本、いいっすよね、本当。もうとにかく練習からペッパーばっかりさせるけどね、コーンコーンって打ち返す。やっぱりやりようによってはさ、簡単にできることがあるから。はい、ということで、はい、残念でした、ね